おはようございます。今日は大阪駅地上ホームの一番北側、ここだけ雰囲気が違う特急専用ホーム11番乗り場に来ています。今回の動画はこのチャンネルでは2回目ですね。特急サンダーバード9号に乗車します。前回は途中の福井までの乗車でしたが、今回は終点の金沢まで乗ります。というのもサンダーバード号は皆さんご存知のように今年3月に延伸開業する北陸新幹線、その影響で行き先はすべて敦賀になります。今は普通に見たり乗ったりできる金沢行きのサンダーバード、それができるのもあと数ヶ月です。今回はその金沢行きサンダーバードの乗り納めをしていこうと思います。皆さんお手元に Google マップで良いので地図を用意してもらえると動画が分かりやすくなると思います。ではまずはサンダーバードの停車駅のパターンを見てみましょう。ちょうどいい表がありました。今回乗るのは一番停車駅が少ないサンダーバードです。途中の停車駅は新大阪、京都、福井のみです。これの1本前を走るサンダーバードは特に停車駅が多いです。新大阪、高槻、京都、片田、大宮津、敦賀、武生、鯖江、福井、あわら温泉、加賀温泉、小松、松東と9号よりも10個も多くの駅に停まります。これが一番遅いサンダーバードで、所要時間も乗車する9号よりも20分も長くかかってしまいます。さらに面白いものがあり、1日に1本金沢から先 IR 石川鉄道、 JR 七尾線、能登鉄道に直通し和倉温泉まで行くものもあります。この列車は新幹線開業後、大阪から敦賀、金沢から和倉温泉の間のみで運転される予定です。金沢から先は列車名がサンダーバードからのとかがり火に変わります。から登場しました。今日はお客さんが多いようで12両つながっています。今回乗るのは683系4000番台、ファンの間ではヨンダーバードと呼ばれている車両です。金沢寄りの先頭の顔です。 JR 西日本の特急といえばこの顔ですよね。貫通扉のように見えますが開くことはできません。側面の行き先表示も取っておかないとね。これも近い将来貴重なものになるでしょう。まもなく発車ですね。車内に入っておきましょう。今回は2号車の指定を取りました。号車の番号、座席の番号の順に書いてあります。
阪駅を発車しました。車内メロディーは人気のある北陸ロマンです。北陸新幹線でも西日本の車両 W7 系では北陸ロマンが流れます。淀川を渡り最初の停車駅新大阪に到着です。前回の動画ではここから乗車しました。新幹線の駅ということもありここからたくさんの人が乗ってきました。この辺りでは線路は4本、複々線の区間です。新快速、特急、その他貨物列車は外側の線路を通過します。内側線を走る普通列車を蹴散らせながら、最高速度の130キロで走行します。その後、何本か普通列車を追い抜き、新快速の停車駅、高槻を通過します。1本前の7号はこの高槻にも停車します。この辺りでは東海道本線だけでなく、右に東海道新幹線、そして阪急京都線が並走しています。さらに淀川の向こうには京阪電車が走っています。大阪京都間は4つの鉄道路線が走っており、競い合っています。サントリーカーブと呼ばれているカーブを通り、大阪府から京都府に入ります。カーブの横にサントリーの山崎蒸留所があることが名前の由来です。関西空港に向かう特急はるかとすれ違い、山崎駅を通過します。山崎駅のホーム上に津境があり大阪府から京都府に入ります。車窓右側には大きな車庫向こう町操車場が見えてきました。今は朝の一番忙しい時間なので車両はそんなにいませんね。金沢から来た大阪方面のサンダーバードとすれ違います。京都駅到着前車窓の左側に京都鉄道博物館が見えます。扇形の線形車庫で有名です。左から合流してきたのは日本最長の在来線、山陰本線です。山陰本線は京都駅と山口県下関市の幡部駅を結ぶ鉄道路線で、全長は約680キロにもなります。タイミングよく近鉄京都線の車両と並走しながら、新大阪の次の停車駅、京都に到着です。日本で一番長い0番乗り場に着きます。はるかが止まる30番乗り場とつながっていますから、それと合わせると端から端まで558メートルもあります。これは東京を走る山手線の日暮里駅と西日暮里駅の駅間よりも長い長さです。京都駅を発車しました。京都を出ると次は約150キロ先の福井までノンストップです。福井までの82分間一度も扉は開きません。山科を通過すると東海道本線と分岐し湖西線に入ります。漢字の通り琵琶湖の西側を通る路線で北陸方面へのショートカットになっています。湖西線の最初の駅撮影地で有名な大津峡駅を通過します。この駅には湖西線だけでなく京阪石山坂本線も通っています。今乗っているサンダーバード9号は日本でもトップクラスの標定速度です。大阪から金沢まで停車時間などを含めてもこのサンダーバード9号は平均100キロ以上で走ります。この湖西線が標定速度100キロ以上を叩き出している要因になっています。高架区間が続き新幹線のような線形です。実はこの湖西線には踏切が一つも存在しません。スピードも
最高速度の130キロでぶっ飛ばします。大津峡駅の一つとなり、唐崎をトップスピードで通過します。しかしこの湖西線にも一つ弱点があります。それが琵琶湖の反対側にそびえ立つ延暦寺で有名な比叡山、そして平山地から吹き下ろす平おろしと呼ばれる強風です。六甲おろしではありません。若狭湾の方向からこちらに向けて平山地南東側の急斜面を駆け下りるように吹く北西の風です。湖西線は基本降格間なので、この平おろしの影響を強く受けます。あまりに風が強すぎる場合はサンダーバードは湖西線経由ではなく琵琶湖線経由、米原の方を迂回して運行されます。撮影日の午後は風が強くなる予報が出ていたので、午後は実際に米原経由で迂回運転がされていました。湖西線に入って5つ目ですね。片田を通過します。1本前のサンダーバード7号はこの片田にも停車します。駅の東側には琵琶湖を横断する琵琶湖大橋があります。車窓右側にはまるで海のような大きな琵琶湖が見れます。滋賀県の約6分の1の面積、670平方キロメートルもあり、これは東京23区よりも広い面積になっています。琵琶湖は400万年の歴史を持ち、世界第3位に古い湖だと考えられています。ちなみに世界で一番古い湖はロシアのバイカル湖です。今日はちょっと雲が多くて天気が良くないですね。ちなみに晴れた日だとこのような景色を見ることができます。サンダーバードに乗るときは金沢行きだと進行右側の席に座ることをお勧めします。琵琶湖の上の方まで来ました。北陸方面から来た貨物列車が停車中です。通過しているのが大見今津駅です。この駅にも1本前の遅いサンダーバードは停車します。車窓右側、湖の対岸に白く高い塔が見えます。あれはフジテックのエレベーター塔で、高さは170メートル、滋賀県で一番高い建物になります。早くて快適なエレベーターの開発に向けて研究がされています。琵琶湖が見える区間が終わり、右から北陸本線が合流します。湖西線と北陸本線が合流し、滋賀県最後の駅、近江塩津を通過します。新幹線開業後は北陸に行かない北陸本線と言われる悲しい路線になってしまいます。というのも現在の北陸本線は金沢から滋賀県の米原、全長130キロになる主要路線です。新幹線開業後は金沢と敦賀の間は IR 石川鉄道とハピライン福井という第三セクターになり、北陸本線ではなくなります。路線のほとんどが滋賀県、北陸に行かない北陸本線、そう言われる日が迫っています。次の駅、新引田駅からは福井県に入ります。滋賀県と福井県の県境には険しい山があります。全長約5キロにもなる長大トンネル、深坂トンネルで一気に山を越えます。現在の北陸本線はトンネルで直線で結ばれていますが、昔の北陸本線はここではなく東の方、山を迂回する形で通っていました。滋賀県の木之本、余呉の間で分岐し、現在では北陸自動車道になっているあたりを通っていました。そして新引田駅の少し敦賀寄りで現在の北陸本線に合流する、そのようなルートを通っていました。デッキに移動してきました。トンネルを抜けると福井県に入って最初の通過駅、新引田を通過です。少しカーブしたところにあり、北陸本線の撮影地として有名です。新引田を通過すると次の敦賀に向けて山を降りていきます。下りは問題ないですが、山を登る方はあまりに山が急なので変わった線路の形をしています。上から見るとこうなっていて、今通っている敦賀や福井方面の線路は青色の線で表しています。大阪、米原方面の線路はというとこの赤色の線です。米原方面の線路だけぐるーっと円を描くように敷かれています。ここは鳩原ルーク線と呼ばれているルーク線です。鉄道は坂にとても弱い乗り物です。新引田から敦賀に行く方は山を降りるだけなので問題ないですが、逆の敦賀から新引田の方に行く線路は直線で結ぶとあまりにも勾配が激しくなり、坂を登ることができなくなります。なので距離を稼いで緩やかな坂を登る高速道路のインターチェンジをイメージすると分かりやすいかと思います。山を降りてきて右側に見えてくるのは3月から使用が始まります。
北陸新幹線の車庫です。新幹線を3編成収容することができ日常的な点検を行える設備を備えています。北陸本線の上下線の間には北陸本線、小浜線で活躍する車両を止めておくための車庫があります。冬の時期に活躍するラッセル車両も止まっていますね。今は普通に見れる JR 西日本の青い帯の521系ですが、北陸本線の鶴ヶ井北が山積化されると車両の塗装も変わるので見るのが難しくなるかもしれません。そして今回の乗車の一番の見どころと言っていいと思います。鶴ヶ駅の通過です。新幹線開業後はこのサンダーバードはここ鶴ヶ止まりとなり、名古屋と金沢を結ぶ白鷺号もここまでになります。新幹線の高架の下に新しいホームが作られます。もうすでに線路はつながっており、いつでも入線できる状態です。今通過しているホームでは特急列車の発着はなくなります。敦賀を通過する光景は新幹線ができるとおそらく二度と見ることができなくなると思います。敦賀駅の新しい駅舎、とても大きいですね。新幹線の敦賀駅は整備新幹線の駅の中で一番の大きさを誇ります。まずはその高さ、なんと37メートルにもなり12階建てのビルに相当します。さらには自動改札機の数、エスカレーターとエレベーターの数も整備新幹線の中では日本一です。なんて話をしているとあっという間に敦賀駅を通過してしまいました。ここから先がもうすぐ特急が走らなくなる区間になります。敦賀を過ぎると一つ鉄道ファンなら見逃せないものがあります。敦賀と南今城の間には電車の上の架線に電気が流れていない市電区間、デッドセクションがあります。電流が直流から交流に切り替わります。これは七尾線という別の路線のセクション区間の映像なんですが、交流と直流が切り替わる前には矢印で指した赤と白のしましま模様の標識があります。交流と直流の両方に対応しなければならないのでパンタグラフの周りがごちゃごちゃしていました。まもなく列車は長い長い北陸トンネルに入ります。全長は約13キロにもなり、在来線のトンネルとしては日本最長のトンネルになります。北陸トンネルに入りました。トンネルに入る前、入り口の横に慰霊碑があったのに気づいたでしょうか。1972年の11月6日の未明、大阪発青森行きの急行北国号の食堂車でトンネル内で火災事故が発生し、多くの犠牲者を出した悲しい事故が発生しました。開業当時、青函トンネルはまだないので北陸トンネルは日本最長のトンネルでした。北陸トンネルができるまでは今と違うルートを通っていて、もう少し若狭湾沿いを通っていました。この区間にあった4つの駅は北陸トンネルができると全て廃駅になりました。13個あったトンネルのうち11個がきれいな状態で残っており、国の登録有形文化財に指定されています。またこの区間はとても景色のいい区間だったそうで、車内放送でも北陸線屈指の絶景スポットとアナウンスがあったとかなかったとか。北陸トンネルを抜けると北陸本線屈指の秘境駅南今城を通過します。この駅の1日の平均利用客数はたったの18人で、北陸本線で最も少ない駅です。だいたいこの辺りで北陸トンネル開通前の急線と合流します。さあまだ車窓から目を離すことができません。南今城の次の駅今城を通過します。今度は車窓右側に注目してみると、この駅には蒸気機関車へ水を入れる給水塔の跡があります。険しい山を越えるため機関車もこの今城駅で水分補給、燃料補給をしなければならなく、その名残が今でもしっかり残っており、日本遺産になっています。まもなく南城を通過するんですが、いきなり大雨が降ってきました。撮影日は日本全国、主に西日本で発達した低気圧の影響で、北陸地方では暴風雨が予想されていました。北陸トンネルを越えてから気候がガラッと変わった、そんな気がします。雨が降って嫌だなぁと思っていましたが、太平洋側と日本海側の気候の違い、実際に体験できていい経験になったと思います。雨が降るのはマイナスかもしれないけれど、山を越えることによって気候が変わるという地理の勉強になった、そういう風にプラスで捉えることが大事だと思います。撮影日がとても寒かったのは何もプラスではないですけどね。南城駅を通過してしばらくすると建設中の北陸新幹線の線路と交差します。すでに金沢から敦賀まで線路は完成しており、
現在試運転が行われています。随分と街の中に入ってきましたね。山越えが終わり、平野の区間になりました。通過しているのが越前市の竹府です。一部のサンダーバード、そして全ての白鷺号が竹府に停車します。そして竹府にはもう一つ別の鉄道路線が乗り入れています。それが左側に見えてきた福井鉄道です。福井鉄道の駅は竹府駅ではなく竹府新という名前の駅です。2023年の春までは竹府新という名前ではなく越前竹府という名前の駅でした。実はこの竹府新駅は駅名が変わるのが2回目で、開業当時は漢字で竹府新でした。なぜまた昔の名前に戻ったのかというと、理由は北陸新幹線に新しく開業する駅です。さっき通過した竹府、そして次の鯖江の2駅は特急列車が来なくなります。その代わりとなる新幹線の新しい駅、越前竹府駅が開業します。ここと混乱しないために、福井鉄道の駅は竹府新駅に名前が変わりました。新幹線の越前竹府駅ですが、越前市の中心部、北陸本線の竹府駅のあたりから東に3キロも離れた場所にあります。新幹線開業後は竹府、鯖江の利用者は現在よりも不便になってしまうと思います。福井と敦賀の間で竹府と鯖江のみに停車する快速とか運転すると便利になりそうですよね。竹府の次の駅は鯖江です。この駅も全ての白鷺号、一部のサンダーバードは停車しますが、この最速達タイプは通過します。ちなみに竹府と鯖江の間には山積化されると新しい駅が設置されます。この他にも竹府と潮の間、福井と森田の間にも新駅が作られます。鯖江駅を通過です。鯖江はメガネの街として有名です。国産のメガネフレームの約 95% はここ鯖江で作られています。新幹線の高架が近づいてきて、福井駅の一つ手前、越前阪南道を通過します。右からは九頭竜線の愛称が付けられています。越美北線と合流します。高架区間になり、京都以来1時間20分ぶりの停車駅、福井に到着します。在来線ホームのすぐ横に新幹線のホームがあります。新幹線の駅は追い越しはできない一面二線の駅になります。を発車しました。次の停車駅はもう終点の金沢です。そして福井駅にはもう一つ、 JR でも福井鉄道でもない鉄道会社が乗り入れています。それが新幹線の線路の奥、越前鉄道という鉄道会社です。奥に河川柱があるのがわかると思います。あの越前鉄道、実は新幹線の線路を通ったことがあります。新幹線の高架の上を走ったという言い方の方が正しいでしょうか。新幹線の高架を作る前、越前鉄道は地上を走っていました。そこに新幹線を作るとなると、越前鉄道も高架化し、渋滞を解消させようという計画ができました。しかし鉄道の高架化工事は一筋縄ではいきません。工事の間、列車を何年も止めるわけにはいきません。その打開策として、先に新幹線の高架を作り、そこにまず越前鉄道の車両を走らせます。その間に越前鉄道の高架線を作ります。そして高架が完成すると、越前鉄道はもちろん自社の線路を走り始めます。線路幅が新幹線と越前鉄道では異なるので、あとは新幹線の線路幅を標準機に広げるだけ。このような光景が2015年の9月から3年弱くらい続いていました。再び座席に戻ってきました。福井駅から先、春江を通過した頃から日本海側から遮るものがないので、天候はさらに荒れました。場合によっては運転見合わせの可能性もあると言っていたので、金沢まで行けるか不穏な空気が漂います。右から新幹線の高架が近づいてきて、
新しく新幹線の駅が作られる阿波羅温泉を通過します。もちろんサンダーバード、白鷺もこの駅に泊まるものが数多くあります。福井駅から普通電車でも15分の区間なので、こんなにたくさん駅を作る必要があるのかなと少し思いました。そして阿波羅温泉を通過すると今度は峠越えです。福井県と石川県の県境、牛の矢峠を越えます。今通過しました。福井県最後の駅、牛の矢です。この先のトンネルで福井県から石川県に入ります。トンネルを抜け石川県に入りました。石川県に入って最初の駅、大聖寺を通過します。この駅には福井方面の白鷺が1日2本と、おやすみエクスプレスという名前の特急が1本、金沢方面はおはようエクスプレスという特急が1本の4本が停車します。北陸本線にはサンダーバードと白鷺の他に、今出てきた鶴ヶ発金沢行きのおはようエクスプレス、金沢発鶴ヶ行きのおやすみエクスプレスが1日1本運行されています。それだけでなく、福井と金沢の間は早朝の金沢方面、深夜の福井方面へはダイナスターという特急も走っています。新幹線開業後はこの3つの特急列車は廃止されます。車窓に気になるものが見えてきました。なんだあれは。よく見ると大きな大きな観音様です。加賀大観音と呼ばれるもので、意外と新しく1987年に作られたそうです。その高さは73メートルあり、とても目立ちます。北陸本線の右側にはすぐ新幹線の高架があるので、新幹線ができると現在よりもより一層この大観音が目立つと思われます。大聖寺の次の駅は加賀温泉です。先ほどの阿波羅温泉同様、この駅に泊まる特急もたくさんあります。在来線のホームの南側に新幹線の駅が作られています。加賀温泉駅の北側にさっき見えた観音様があります。加賀温泉の隣、動く橋と書いて胆振橋と読む普通列車しか止まらない駅を通過するんですが、ホームの長さに注目してみてください。どうでしょうか。普通列車の両数に対してやたらとホームが長い気がしませんか。実は昔は特急列車がたくさん停車し、石川県内で第2位の乗降客数を誇っていた駅でした。この近くには温泉地があります。その温泉地への観光客の輸送を、当時はここ胆振橋と二駅手前、大聖寺駅がメインに行われていました。しかしこれを一つにした方が便利じゃねってことになり、胆振橋、大聖寺、そしてその間にあった小さな佐久見駅が温泉地への玄関口の候補に上がりました。結果はというと、大聖寺でもなく胆振橋でもなく、普通列車しか停車していなかった佐久見駅になりました。駅名も佐久見駅から分かりやすいように加賀温泉駅に変わりました。今度は新幹線の駅になるので、ものすごい昇格ですね。北陸本線でもサンダーバードは本気の走りを続けます。このように最高速度の130キロで走ります。この辺りまで来ると、車窓の右側には石川県の名峰白山が見えるはずなんですが、今日は全く見ることができません。恥ずかしがり屋なのかな。福井以来の降格感になり、そして通過するのが小松です。この駅は竹ふと鯖江と同様に、すべての白鷺号、一部のサンダーバードが停車します。駅の西側には北陸新幹線のライバルになります空の玄関口、小松空港があります。新幹線で金沢から東京は約2時間半、飛行機だと小松空港から羽田空港まで約1時間で結んでいます。やっぱり飛行機早いですね。まあでも飛行機は保安検査とかが面倒くさいですよね。新幹線開業後に利用率がどう変わるのかが気になります。加賀笠間駅を通過すると、右側に北陸新幹線の白山総合車両所が見えてきます。ここはもうすでに使われている車両基地です。金沢駅から改装されて、車両はここで休憩しています。車両基地の横を通過中、北陸本線が IR 石川鉄道に変わると新しく開業予定の西松島駅を通過します。西松島駅のホームから通過する特急を撮影することはできないということになります。隣の松島駅を通過します。
部この真っ当にも停車する特急もあります。さあここまで来ると終点の金沢は目と鼻の先です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点金沢は金沢です。お出かけは右側7番乗り場に着きます。野々市市から金沢市に入り大阪から2時間32分ですね。まもなく終点の金沢に着きます。天気が心配でしたが結局最後は定刻時間通りに到着しました。悪天候の中でも普段通り頼もしい走りをしてくれました。一番北側の7番乗り場に到着です。着きました。終点の金沢です。大阪からあっという間に着きました。今年の3月でここ金沢から敦賀までが北陸本線から第3セクターに変わります。実は北陸本線が3セク化されるのは今回が初めてではありません。昔の北陸本線は金沢から先新潟県の上越市直越という場所までの路線でした。9年前2015年の3月13日に1回目の3セク化が行われました。これと同じタイミングで長野から金沢まで新幹線が開業しました。並行在来線だった北陸本線は石川県内が IR 石川鉄道、富山県内が愛の風富山鉄道、新潟県内が越後ときめき鉄道の3つの第3セクターになりました。今乗ってきたサンダーバードも昔は金沢行きではなく富山行きとして運行されていました。さらには現在七尾線に直通し和倉温泉に行く列車があるように当時は富山地方鉄道に直通し立山まで行く列車も運行されていました。お客さんを降ろした後は金沢駅から少し富山側にある車庫に引き上げ次の運用に備えます。金沢駅の駅舎の中に入ってきました。到着時間ですが特急列車の時刻表が書いてあります。ここに書いてあるほぼ全ての列車が新幹線開業後は廃止されます。残るものは和倉温泉から来る能登かがり火号だけですね。あと和倉温泉始発のサンダーバードは能登かがり火として生き残るので5本かな。金沢駅に到着する特急列車は数え間違いがなければ49本からたった5本に減ります。では最後に少し新幹線のホームも見てみましょう。まずはここ改札口です。すでに福井敦賀方面の電光掲示板も用意されています。現在は全ての列車が金沢止まりなので何も表示されてませんがあと数ヶ月でここは途中駅ということになります。その福井方面のホームになる13、14番線に来ました。金沢は金箔で有名ですよね。駅にも金箔の装飾があります。さあこのホームで何か変わりそうなところがないか探してみましょう。まず気になるのがエスカレーターの上に書いてある乗り換え案内です。 IR 石川鉄道と書いてある場所は違和感ありませんが北陸線七尾線と書いてある場所は明らかに下にある何かを隠しているように見えます。おそらくですがこの下には JR 七尾線と書いてあるのではないかと思います。金沢から大聖寺の区間は IR 石川鉄道になりすでに IR 石川鉄道の表記はあるのでおそらくこの下には JR 七尾線と書いてあると思います。さらにもう一つ隠している場所を見つけました。これはさっきよりも分かりやすいですよ。金沢駅の新幹線ホームの駅名表ですが右下明らかに何かを隠しています。よく見ると、こ、ま、つ、と書いてあります。アルファベットの方が見やすいと思いますが、駅名表ももう新しいものになっており、
準備万端ですね。東京方面から白鷹号が到着です。延伸開業後、この列車が敦賀まで行くのか、金沢止まりになるのかは分かりませんが、白鷹は敦賀から金沢まで往復運行される予定です。到着した白鷹号はお客さんを降ろした後、先ほどサンダーバードの車内から見えた白山総合車両所へと改装されていきます。今は回送列車しか走らない金沢から西側の線路ですが、3月のダイヤ改正から私たちも乗ることができます。今回もご視聴ありがとうございました。金沢駅といったらこの鼓門が有名ですね。あの日は金沢に着くとすぐ福井まで折り返し、この動画は乗車日の翌日に撮っています。金沢は全国でもトップレベルで雨が多く、日本一雷が多い町として有名です。今回はもうすぐ乗ることができなくなってしまいます。金沢行きの特急サンダーバード号に乗り納めに行ってきた動画でした。